あの8月の熱狂から一転、公式戦5試合勝利がない浦和、この悪い流れを今日ホームで切ることはできるんでしょうか。一方鳥栖は前節で J1 残留が決定しましたが、試合は0対1の敗戦でした。今日は4試合ぶりの勝利を狙います。2022明治安田生命 J1 リーグ第32節、浦和レッズとサガン鳥栖の一戦をお送りします。まずは浦和です。前節からは2人を変更してきました。改めてポイントお願いします。並び的には 4-4-2 予想してるんですけれども、ユンカーとリンセンが少し縦関係になる可能性もありますね。はい、対する鳥栖です。鳥栖は前節から3人を変更してきました。いかがでしょうか。いろいろ、ポジション変えながら、相手の嫌なポジションに立ちますから、ですからやっぱそういう、立ち位置どこに取るのかっていうのも一つ見どころではありますね。そうですね。センターバックはショルツと岩波のコンビです。展開をしてサイドスペースを使っていく小泉、中2人、小泉折り返し、ユンカーへ、あーっとオウンゴール、いやオフサイドが判定しています。判定オフサイドです。出たところでオフサイドでしたね。ここマインナーラップ的に背後を狙ったんですけれども、このパスのところでオフサイドでしたね。ただやっぱりいい動きですよね。左足で奥棒ですね。はい、右足で岩尾、長い距離の強いシュートであれば岩尾いいですかね。さあ3人がける構え、岩尾、岩尾、大久保、岩尾が狙っていく、パンチング、ナイスセーブです。パクイルゲ、素晴らしいキック、素晴らしいセーブ、素晴らしいセーブでしたね。多少コースの甘さがあったんで、なんとかセーブできましたね。前を抜く大久保、ジエゴが先に触っています。柿田が収めて福田、ダイヤル西川、さらにサイド岩崎が来る。岩崎持ちながら入れ替わってシュートだ、西川こぼれている、拾い直して西川、もう一度西川、素晴らしいゴールカバー。西川が、前半は本当に嫌なポジションに立つんで、それを捕まえきれない浦和の守備っていう。大久保ライン際残しています。股抜きかわした大久保、運んでえぐって大久保マイナス、シュート、ユンカー流し込んでいきました。浦和先制、前半の40分、先発起用のユンカー先制ゴールをゲットしました。最終的に戻したボールをユンカーがサイドキックでゴール枠に流し込みましたね。もうゴールキーパーを引っ張り出されてましたから。鳥栖の河合監督は、我々の強みは一つサイド攻撃だけれども、ただそれだけじゃダメなんだと、いろんなものを出せるように、いろんな相手の目線、ああここカットした、奪った小泉、さあショートカウンター、小泉小泉が自分で仕留めていきました。引っ掛けてからこれ角度はあんまりなかったんですけども、ゴールキーパーよく見て低いボールを逆サイドネットへ、素晴らしいシュートでしたね。ファールもらうんじゃなくて、さあユンカー伊藤を落として狭いところ、大久保戻して岩尾、さあ敵陣でボールを動かしてサイドで酒井です。酒井クロス、グラウンダーだ、ニアで伊藤、サイドネット、ボランチの伊藤がゴール前まで上がっていきました。こうやって裏は変わらずブロック作りながらですね、はい、で長いボール、宮代1点返しました。鳥栖途中出場の宮代が結果を出しました。2試合ぶりのゴール。波とショルツのところで
少しだけギャップができたんですよね、はい、それの岩波の背中からソルツのディフェンスラインに合わせて少しプラウエしながらボールを受けたんですけれども、ジエゴ、そして長沼、中野は一度センターバックのファンソッコに送っていきました。ファンソッコミドルシュート、遠見から狙っていきました。もう今かなり押し込んでる状況ですね。そうですね、ちょっとキックがミスになった。カットした大久保、かわした大久保、パスを選択、松尾ポストこぼれて後ろからシュートだ。目安3分ですが、まもなく4分台に入ります、まあ、途中で競り合いの負傷がありました。ここで今ホイッスル、試合終了です。2対1、勝ったのは浦和。リーグ戦4試合ぶり、そして公式戦6試合ぶりの勝利です。